シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よければ3年生使っていくってやつで、俺もアイドルになってやるぜ。というわけで今回は昨日26の国を3年生艦隊で予想をはるかに上回る落差で勝利したということで、おい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 、股間をそんなに擦るな、行ってこい。はい、オッケー。あれ、近畿の非属性クエスト全部いけるんじゃねってなったから、もう早速やっていくわ。オールアンチも持ってるし、状態異常回復もある、アンチブロックもある、かなり豪華なアビリティだから、これいけるでしょ。21怖いな、21怖いな。まあ、オッケーオッケー、さ、早速やっていこう。さあ、まずは1の奥からやっていくぜ。で、あの、やって気づいたわ。状態異常回復で毒治せる。さっき言ったのに、ここに結びつかなかったんだよな。これなかなか優秀だわ。見といて。はい、こんな感じで直せると。で、あと友情コンボがめちゃくちゃ強い。普通に高難易度で通じる。このパワーだ、だ、はい、オッケー。オッケー、いいぞ。で、SS は、まあ、なるべくボス2以降で打っていきたいから、ちょっと温存しとくぜ、ここでは。次、3P で、触れながら突破。いや、めちゃくちゃ強い。しかも SS ターンチャージもすごく優秀。いや、これやばいでしょ。予想を超える強さだな、これ、本当に。で、次、まあ、殴りと友情コンボ見ていきますか。待って。使うか、SS。もう、使おう。使ってみよう。行ってこい。おい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 。おい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 。おい。マジ。めちゃくちゃ食らうじゃねえか。次。3P をちょっと貯めたいかな。オッケー、オッケー。これで、3P で、横缶で倒せる。いいね、めちゃくちゃいいんじゃないこれ。次のやつが、あ、下か。下にいるな。横でちょっとやってきます。あ、ちょ、上か、上か。あれ、あれ行ってこい。あい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 、オッケー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 。で、次、とどめ。とどめ。2段階目打っていこう。2段階目の威力がめちゃくちゃやばい。あ、上弱か。まあいいでしょう。行ってこい。オーラー。あ、薄すぎた。あ、あ、ちょ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 っと待ってくれ。弱点に行くことなく、どんだけ威力出てんの。弱点に、弱点だったらとんでもない3ゲージ分ぐらい飛んだんじゃないこれ。マジでここって最後結構削りにくいよな。うお。さあ、次は6の国やっていくぜ。ちょっとね、これ3手でいけるんじゃないかという配置やってるから。いけ、よいしょ、オッケー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 。いいぞいいぞ。で、次 2P で突破で、 1P があそこいるだろ。 1P が最後にボスの右側に入ってくれたら多分勝てる。これ横勘で上がっていくぜ。いけー。はい、瞬殺瞬殺。あ、ちょっと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 、下げて下げて下げて。
3って言ったんじゃない、これ。これ3って言ったんじゃない。ほら、4P は剣持ってない。要するに、一番右のやつの友情コンボだけで倒す。ああ、3P も入ってるけど。ああ、おお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 いや、今、正直無理と思ったな、今。正直無理と思ったな、今のは。マジ？え？さあ、次。11の奥。ここは全然難しくないと思う。俺、思ったけど、こいつ、アンチ重力バリアなんだよな。なんか持ってないイメージあるけど、持ってんのよ。これいけるかな？行ってこい。皆さん、これ防御弾前です。防御弾前で2段階目なら今倒せてたな。これちょっとやばくない？これやばくない？え、次いけるかな、一発で。 4P 上から降りていける。2段階目で、うわっ、剣出た。ちょっと使ってみるか。行ってこい。マジマジ、なんか漏らしてる漏らしてる漏らしてる。うわー、きったね。これはちょっと無理ね、さすがに。1段階目だし、やっぱ2段階目強いわ、これ本当に。行ってこい。雑魚処理だけはしてほしい。この状況プラズマ強いわ、強い。いや、これちょっと本当に今回のガチャすごいな。あ、いけるかいけるか。ダウンして、あ、無理か。明らかに高難易度向けに作られているというか、なかなかやばい。やばいな。いや、これ高難易度今も十分使えるけど、さらに刺さった場合、ほんと超先見めちゃくちゃ生きると思うわ。 OK、 そんじゃあ次16やっていこう。おいおい、やってきたぞ、やってきたぞ、マジで。いや、ダメージウォールが結構きついんだよな。どんだけ削れるこれ。ちょっと試しに、あの SS 使わずやってみるわ。あ、あららら、あららら、これはちょっと、これはちょっと楽勝ですね。もう SS ぶっぱでいいみたいだわ。もうなくてもいい気もするけどな、これ。行ってこい！はい、完璧。さっきなんかブーツあったな。ブーツあったと考えると、やっぱ SS 使わずにでもいけたか。ちょ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 、あんまり上にやらないで。さあ次、どう立ち回ろうか。とは言ってもミスったらダメージウォールがジュジュッと痛いわけだから。あ、まあまあ、そう、オーランチはなるべく最後残しておきたいんだよな。左に入れたらいいかな、俺。いや、どうなんだ、俺。ちょっと、左入るか。おわった！でも、いや、もうちょっと降りてくれたら。うわっ！で、次、1P 使おう。で、2P のあれ、SS が最後、めちゃくちゃ重要。まあ、最後、一発でいけるでしょ。行ってこい！はい、もうこの火力は、もうおかしい。
絶対におかしいこと。まあそれは24ターンだからな。でも SS ターンチャージがあるから相当早く打てるけど。 OK、 そんじゃあ、でもザコが結構いるのか。うわ、まあいけるでしょう。一回下降りて打つのがいいか。どうなんだろうな。まあこれでいくか。行ってこい。よっしゃよっしゃよっしゃ、オッケーオッケーオッケー。いや、楽し。ちょっと待って、ちょっと待って、こいつらのこと完璧忘れてた。ちょっと待って、これカンの やつよな、これ。ちょっ、右行くなよ。おぉ、びっくりした。おわこのパワー。ちょっとこれ完璧油断したな、これ。え、これどうしよう。ごめん、俺完璧油断してるわ、これ。一回カンプシュシュって、カンプシュ、どっちがいい、どっちがいい。あー、左か。友情コンボ拾えるもんな、これ。左の方がいいな。行ってこい。よし、オッケー、オッケー。最後完璧油断した。最後完璧油断したわ、これ。いや、よかった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 、マジ。あぶねー。じゃあ次21いきますか。さあ、ここ一番難しいと思ってたんだけど、意外とダメージオール貼られないエリアがあるし、貼られても3箇所か2箇所とかそういう時があんのよ。あれ、これ場所が場所だな、これ。ボス戦3手とかもいけるんじゃない、これ。これ今ほら弱点があるとこの 2P がいるちょっと右にいれば貫通制限ぶつからず縦勘でいけたよな、俺。で、なるべく、あ、ほら右側払ってないだろ。でもなるべく SS を温存したいから。で、なんかすごい運がいいことに剣2人持ってんのよ。1回触れるのは全然いいから、これで貫通制限ぶつかって友情拾って倒す。オッケー、オッケー。いいぞいいぞいいぞ。ここからは SS 使えば1段階目でも全然削れんのよ。友情コンボも結構入るから。だけど、いや、どうしようかな。やっぱラスゲとか怖いんでな、次が。いや、これゲージ外して上に置いとくか。まあ SS 使えば全然いけるんだけど、ちょっとやっぱ置いとくわ。おぉ、わかん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 、ちょっと、おぉ、このパワー。最後のビューンはいらんだろう。というわけで削っていくわ。いけー。はい、完璧。めちゃくちゃ削る、強すぎる。いやー、これ次だな、次結構雑魚処理が、あ、そうか、こいつ貫通タイプか。まあでもドクロとかもあるもんな、うん。これは楽勝。あ、待って、あ、ここダメージボール貼られない。お、マジマジ。うわ、ちょっと、それなら結構ガンガン SS 使っていけたよ。あー、マジか、いける。よし、あ、ここ貼られない。完璧に忘れてたとか、元から意識してなかったな。ダメージボールでいつも言ってるから。え、これだったら結構楽じゃない。もうちょっと調べてくるべきだったな。横勘は貫通制限で難しいから、友情コンボ拾っていこうか。お、ちょっと待って、これ縦勘でいける。危ない危ない、弾に触れて、これなんだ、
ぞといけるわけよ。たまたま完了。オッケー。あ、で、え違いで、あの、電線切りも、あの、耐えれると、抑えれると。今更だけど。これで同じように、やっていくと。はい、オッケー。なんか昨日も見たような光景じゃないよね。股間、擦り上げんな。たまたま完了。まあ、でも、そもそもここ、玉がいっぱいあるから、ラグダロク、女の子だろ、これ。1、2、3、4、5個もあるんだよな、これが。たまたま完了。はい、オッケー。ラスゲ。まあ、見てもらったらわかる通り、ラスゲがなんと、みんなオールアンチ状態で迎えることができると。これは完璧すぎるでしょう。やばいって。下の雑魚処理も楽勝すぎる。行ってこい。はい、オッケー、完璧。あれ？あれ？カンってなった今。カンってなった今。ちょうど透過したあれ。え？はい。で、これはもう終わりでございますわ、これ。もう、瞬殺。いけはい、オッケー、終了。クルパワーよっしゃ、マジマジか、ちょ、ボス2のダメージオールないのは完璧に忘れてたな。だったらボス1もっとぶっ放してもよかったな、これ。あー、すげえ。これキャラいない人、21はちょっとおすすめしないけど、他は全然ありと思うわ。お試し、あれ！あれ。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ！焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼きって仕方ねえ！